サンミューズの私小倉と申します。弊社はプロツールズのですね、システムインテグレーターとして放送局さんやポストプロダクション音楽のスタジオなどでご導入させていただいている、それでご認識されているお客様も多数いらっしゃると思います。ただ輸入販売家としてですね、世界の各国からソフトウェアの方の輸入販売代理店も昨年から行っております。今年3月から弊社の方ではアメリカバイアス製品のソフトウェア、そちらの輸入代理店業務を開始いたしました。今年の新しいプロダクトとしましては、バイアスピークのバイアス社のメインプロダクトとなりますピークの方の新製品出揃っております。例えば新機能の一つですけれども、音声の課題入力等で、クリップしてしまった、音声ファイルの方を、修復する、機能が、備わっております。デクリッパーというふうに称しておりますが、例えばこういった素材、音声を聞きながら、パラメータの調節していただきまして、ちょうど良い、音声のクオリティになったとご判断されたら OK をしていただいて、このように、波形が作られました。これは元の波形を、分析して、おそらくこういった波形があったであろうところを修復しております。ビデオカメラでの音声の、収録ですとか、音楽のレコーディングであっても、こういった、デジタルクリップの方を、修復する形で皆さんの方ではお役立ていただける、機能かと思います。その他、カナダの方では、サウンドマイナーというですね、音響効果のお仕事をされている方にお役立ていただけるような、オーディオ、効果音の管理、検索のソフトを扱っております。